私の人生は変わりました。それについて考えると私は不快感の手に入ります。私の意見では死は偏在している。私は私の人生の終わりについて考える。この決定は素晴らしいダイビングの前の最後の息吹のようなものです。解決策はありません。私はこの森に行く必要がある。
吹きます。冷たい私のジャケットを着る。私は道路を出る前に道路の入り口にロープを縛った。私は雄大な木々との間を一人で歩いています。私は恐れていないです。しかしラインは長いです。Thank you.
ください。
しみだけを熟考することができます。なので。